王陸一は中華民国の政治家。中国国民党の元老、ウミギトの側近である。旧名は、はじめたつみ。別名は、天使。幼年時代に、父に従って、四川省に入った。1912年、西北大学法科に入学する。1915年、遠征外討伐計画に参加したが、事前にことが漏れ、官縮に逃亡した。 1918年、孫文の古法軍政府に呼応して拒兵したが、失敗に終わり、生きたに逃亡する。その後、海にと配下となり、先生安国軍秘書兼外交所所長となる。しばらくしてうと共とに、上海に赴き、私立上海大学と中国国民党上海執行部で職に就いた。1925年、ソビエト連邦に留学し、モスクワ中山大学で、 政治経済学を学んでいる。翌年冬、帰国した。1927年、先生国民革命軍総司令部弁公室主任に任せられ、続いて、武漢に赴き国民政府参事となる。翌年、国民党中央執行委員会秘書所,所書記長、国民党第2期後中前会秘書長を務めた。1930年、 勝律安貴大学文学院委員長に任命された。翌1931年11月、国民党第4期候補中央執行委員権宣伝委員会委員となり、後に民衆運動指導委員会副主任委員も兼任している。同年、中央政治学校形成学院主任と観察委員秘書長に任命された。 なおこの時期の王は、中イける文化協会理事も務め、孫家、ウミニトが推進したソ連との就校に従事した。1935年11月、国民党第5期中央執行委員に選出され、民衆訓練部副部長も兼任した。1938年春、軍事委員改選区軍風紀、第2巡察団委員選任となる。1941年、賛成。 先生観察士に任せられた。1943年10月20日、病没。去年47。ありがとうございます。